どうもメンディーです。2019年を迎えました。今年は皆さんと一緒にどういうタイムトリップができるのか、今からワクワクドキドキしております。ということで、2019年1回目のムーブオンはこちらから。本当にもう東京の昔からの若者の街に新しい、スポットができたということでね、私が、もっと若者だった頃はこの辺りはもう本当にこう川の匂いのなんかこう生々しい匂いが立ち込めていて、まるでもちろん人もたくさんいるんだけれども何かこう廃墟の街に迷い込んだような、でそれがなんか日本という感じではなくてどこか異国に迷い込んだような、錯覚のできる、大好きな、場所、ある意味大好きな場所だったんだけども、それが本当この渋谷一帯の 再開発の一環として今こう渋谷ストリームっていう新しい名所がまた誕生したわけなんですけれども、今私がこう立っている、皆さんから見て左側のこちらが新しい東京で、かたやこちら、皆さんから見て右側が、まだ、残るその廃墟感のある渋谷、まさにこう川を隔てて、過去現在の狭間に立っているような、そんな錯覚に陥ることのできる、スポットです。私の中ですごく気に入っています。これまさに渋谷っていう街は本当に昔から渋谷にゆかりのある方たちっていうのはずっと変化を続けている完成形のない街だっていう方もいらっしゃるんですけれども、まあでも言われてみれば私も生まれてこの方もちっちゃい頃からあの渋谷に30年近く遊びに来たりしていますけど、目まぐるしくこう、目まぐるしくてもないのかな、少しずつ少しずつマイペースに、変化を続けているような印象が確かにあります。で街並みも変わるし流行もそういうふうに時代の流れで変わっていくんだけれども、なぜかこの街に集まる若い人たちの目っていうのが、自分が本当に学生だった頃だとか、あの親に手を引かれてこの街に訪れていた頃の若い方たちの目と何か変わらないような気がしていてね、それは何でなんだろうって考えた時に、なんかこう渋谷っていう街にあの何を求めてくるか、それなんかあの言葉じゃなくてどういう刺激を求めて人がやってくるのかっていうところにつながるんじゃないかなっていう、なんかそれは本当に今も昔も、渋谷っていう街に対して求める刺激っていうのがきっと変わらずに変わらないんだなそこはっていう、だからこうなんだろうな、渋谷で青春過ごした人たちっていうのはもうずっとこの街の虜でっていう、その鍵がきっとそういった理由なんじゃないかなって最近つくづく思うんです。であの渋谷川をのルートを変更したりだとか、本当にもう100年計画ぐらいで、実はまだねこの進化を続けている街で、ちょっと上見上げていただくと分かるんだけれども、この私の、奥の方にこうそびえ立っているあのビルですらまだ建設中で、まあもう
あと少しでね、完成の日の目を見ると思うんだけれども、なんかまるでこう氷河期に来たような知るはずもないんだけれども、こうガラス張りの氷河の町にこうね、で出土した大地っていうような、そういうなんかコントラストにも思えます。でもきっともう少し時間が経ってくると、この私の、皆様から見て右側のこの景観っていうのもきっと新しいビルにこうすり替わっていって、町そのもののここのそのものの景観がきっともうニュータウンっていうかね、新しい、町に変わっていくんだなっていう、そう考えたら本当にこうこの景色景観との出会いも一期一会で、もう今まで、この番組で大切にしてきたその一瞬をね、今しかないこの景観を、皆様にお届けして、でこのムーブオンっていうプログラム自体が本当にこの日本で東京を中心に日本という街のなんかこの今2019年現在を、お伝えするライブラリー、まるでタイムマシンのようになればいいなっていう気持ちが本当に、年々続けていけばいくほど高まります。そういうわけで、本当に前もお伝えしましたが、このムーブオンというのはこの日本、東京っていう街を中心にスポットに当てて、今をお届けしていく私の視点で、でそれがこういうふうに屋外のこともあれば屋内のこじんまりした店の中でタイムトリップをすることもあるし、本当にさまざまな形で、皆様と一緒にまた、小旅行的なことができればなと思いますので、2019年になりましたが今年もよろしくお願いいたします。それではね、実は、この撮影本番直前にね、雪がちらついていてどうなるかなと思ったんですけれども、味方してくれました。というわけで、私は、この2019年の大晦日に向けてまた、自分の、レースに、全うしたいと思いますので、そちらも見守っていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。というわけでメンディーでした。いやね、でもやっぱいいね、こう新しいビルだいつできるかな、楽しみ。